はい、じゃあ、ランチよろしくお願いします。毎度です、よろしくお願いします。いやこの間はいろいろモザイクまでかけていただいて。いえいえ、とんでもないです。モザイクの機械、相当お金かかるんですよ、あれ。いやろね。はい。手込んでたもん。もう、なんて言いますかね、やっぱプライバシーは守らなきゃいけないじゃないですか。うん、まあ、そこで、その、瞬時にモザイク入れれるシステムっていうのは、今世の中やっぱ金高いんですよね。もう今もこう、シュッとこう。私はですね、あの片岡さん大好きなんですけども。シュッとこう。また今日呼んでくれてるわけやね。あの、スタンバイはしてくれてますが、あの、なかったら普通にお好み焼きでも食べてもらって帰ってもらいますんで。いやね。ほんで、まあ、ガンちゃんさ、俺と2つ年違うんやけど。はい。まあまあ、ガンちゃん年のね、あのドラフト見てたらさ、すごいあのドラフトやってんな。ああ、面々がですよね。あの、ね、すごい活躍されてる方多いですね。あの、まあ言うたらどこドラフトやんか。そうです、そうです。パンチョさんの。はい。もうあの、私たちそうじゃないですか。あのパンチョ伊藤さんに名前呼ばれることを目標の一つでしたよね。いやな。はい。岩本って言ったほど呼ばれたかったなって呼んでもらったんですけど、片岡さんの時、うん、パソコンで、ね、モニター使ってましたよね。俺1991年やねんけど、91年でモニター使うドラフトでしたよね。円卓にパソコン置いてて、多分ね、僕らの年が1989年のドラフトが第1回目なんですよ、その。ほう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 。デジタルドラフト、はい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 。僕らの時初めてそのシステムが変わったので、うん、2時間のドラフト会議の番組が、うん、ドラフト1位だったんです。あ、そう。みんなやり方分からなくて、なんかあの今でこそ皆さんパソコンとかしっかり押さえてくれるじゃないですか、うん、あのやってくれるじゃないですか、うん、もう昔こんなんですよね。もちろんね。はい、うん、ほんでもうみんなパソコン打てない人が、ほんで会場にその名前の入力ミスは無効になるって言われたもんだから、みんなもうゆっくり。それでドラフト1位だけで、まあ重複指名が野茂英雄さんが8人あったんですけど、うん、はい、それでも2時間ドラフト1位だけで終わったんですよ。それなんとも不運やね。はい。で当時あの、うん、携帯電話とかも普及なかったんで、うん、テレビ放送終わってから新聞記者の人が公衆電話に走っていってずっとやり取りしてるのを思い出しました。そしたらさ、その時はさ、指名されましたっていうのはどこで知ったの？あの、一応ドラフト指名されて記者会見の可能性があるということで、僕土曜日だったのかな、うん、あの学校は確かその日休みだった、休みかなんかだったんですけど、来いって言われたんですよ。ああ。で行って指名されたら記者会見あるのでって言われて、でずっと大きめの視聴覚室っていう大きな教室でみんなで見てたんですよ。うんうん、今度はテレビ放送終わってしまった。ほんで新聞記者が走ってきて、うん、もうドラマみたいに扉ドーンって開けて、うん、決まりましたー。もうそういうドラマチックな報告を受けました。ほんで、まあ、当時大阪やったらね、まあ同年代に元木がいたわけやんか。はいはい。やっぱりその辺は意識してた？同じ大阪やし。してましたけど、あのポジション違ったんで、僕ピッチャーで彼野手だったんで、どのチームが野手とピッチャーどっちを先に指名するのかなぐらいの思春期の時期の意識はありました。同級生で一番に名前挙げてほしいっていうのあるじゃないですか、やっぱり欲があって。はい。まあでも僕高校野球予選もやってませんし、ちょっといろんなことあって、でその中で本当にプロ野球選手になれ、選手になれるのかなとか、そういったもう一つの不安もあったんで、まあ、最後の最後、当日はどこか手を挙げてくれればいいのになと思いながら見てたのを覚えてますね。もちろん、もう指名された時はプロ一本やったわけでしょ。そうです、はい。全く大学進学は考えてませんでした。もうプロ一本。一本でした。まあ、ガンちゃん、その46年生まれの、その1989年の同級生のね、まあ、ドラフト見てたら、はい、やっぱり一番、まあ、成績で出世はやっぱり前田智則かな。前田智則選手ですよね。はい、もう一番ですね。熊本工業から4位やもんね、前田選手は。そうですね、はい。それで、
まあ、後々チームメイトになる阪神が5位で新庄でしょ。そうです、そうです、はい。阪神も野茂英雄さん外して、そう、葛西さん。葛西さん、葛西さん言ってるんですよ。そう。葛西さん指名するとき、テレビで、阪神は岩本行くんじゃないかって、ポロッと実況の方が言われたんですよ。うん。ほんで、パンチョ伊藤さんの声聞いてたら、阪神、葛西って言った瞬間、みんな、おーい、どこよりも早く来るか思ったら、来んのかーいってみんな言うてました。でもさ、でもさ、阪神も行きたい球団のうちの一つやった。僕、あの、ちょっと、なんていうのかな、大阪を離れたかったんですよ、実は。もうバリバリの大阪やね、顔は。はい、もう顔も、もうこの針も大阪なんですけど、うん、あの、なんか東京もしくは違うところで自分を試したかったんですかね。まだ関西エリアしか知らなかった自分がいたので、うん、全国で自分の力を試したかったという気持ちはあったみたいです。まあ、当時ね、やっぱりこう東京に対してね、はい、あの、関西はやっぱりこう、なんていうの、憧れ半分と、やっぱり負けたくない気持ち半分あったでしょ。ありました、ありました。なんか、あの、これ言ったら、標準語関東エリアの方に怒られますけど、うん、ちょっとキザっぽく見えるんですよね。ちょっとだけ。わかる。はい。なんか、雑誌に載ってるような流行りばっかりだし。せやな。で、関西エリアの人は自分の好きな色をもう好き放題着るじゃないですか。その話は今度まとめてやろうや。うおぉ。ほんでね、まあ、すごいええ顔してるで、今。はい。チームが新庄と同じチームになったやんか。ほんで、もちろん俺らが言った東京の日本ハムがね、北海道に移って、こう、やっぱり環境も変わってん。で、そこに新庄が来たやんか。ほんで、やっぱり、ガンちゃんもその当時選手やったわけでしょ。で、選手として、まあ、接して、まあ、引退して、解説者としても接して、まあ、同級生やから、なんかやっぱりいろいろ、あの、外から見たのと、中から接したのと全然違うかった。よく話したんですが、第一印象は、テレビで見る新庄剛志と違い、すごい野球に真面目でストイックだったんですよ。それを見せないってことだよね。そうです、そうです。普段は外ではストイックなとこはあんまり表現しないですよね。それ似てるやん、一緒やん。そこモザイクいったな。うん、やっぱり反復練習できつい練習すると顔もクーって歪んでくるじゃないですか、うんうん、そういうのをあまりこう見せなく、華々しいプロ野球界というのをした人だったんですよ。うん、ほんでパ・リーグの不人気事情を知って、うん、絶対人気チームになって、あのセ・リーグで阪神タイガースで人気チームとはっていうのを体験してるじゃないですか。はいはいはい。で、アメリカで本場でファンサービスなども体験してきてるんで、うん、その事情をもう全て知り尽くしてる新庄がこのチームを変えるって言って頑張ってたのを覚えてます。じゃあやっぱり、そのやっぱり2006年入賞するけど、やっぱり新庄が入ったことは大きかったわけやね。めちゃめちゃ大きいですね。あの、僕いろんなところで言うんですけど、うん、今の北海道日本ハムファイターズ人気チームになりました。いい選手もドラフトで獲得して、そしていい成績を残してアメリカにも羽ばたいたりしましたが、うんうん、それもこれもきっかけはやっぱ新庄剛志だと。あ、言い切れる。言い切れます。あの、変革のきっかけは絶対に新庄剛志ですね。ああ、そう。はい、あのメディアも一緒に手を組んで、自分たちがそのプロの技とエンターテインメントにどれだけ欲を持って接することができるのかっていうのを彼が率先して前に出てやりましたよね。だ、それは俺もね、まあ日本の関係者からいろいろそういうことは聞いたけど、野球の面でもね、見えないところですごい練習したりするの。あ、それ僕一回見たんですけど、2005年かな、あの沖縄キャンプで、うん、僕ら球場から宿舎まで歩いて行けるじゃないですか、うんうんうん、で早起きしたんで早く球場行って僕ウエイトトレーニングしようと思ったんですよ、うんうん、その日僕実践のメニューがなかったんで、うん、で入って体操してさあやろうかなと思ったら人の気配が、
でこうやって見たら新庄剛志がダンベル持って、うん、片足のハーフスクワットで汗びちょびちょだったんですよ。あで、え、通夜どうしたんって言ったら、彼肉離れしたことあるんですよね、太ももが。はい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 。定期的にやっぱチェックして可動範囲をしっかりと緩めとかなきゃいけない、保たなきゃいけないっていう、うん、自分の自己把握から誰も見てないところで練習してたんですよ。それはちょっとやっぱり衝撃やった。びっくりしました。ほんで、あ、そうなんや、まあ俺たちぐらいの年になったら怪我と向き合わないかんからねなんか言って、僕それから話しかけられなかったんですよ。ああ、はい。ほんでしばらくして汗びちょびちょのまんまバーってタオルで汗拭って、じゃあガンちゃん後でねーって何事もなかったように球場にピューって出てきました。またそのかっこよかったかっこよかったです。なあ、これがプロやなと思って。だからそういうね、新庄というスターがいてね、まだそこから叩ける小笠原がいたやんか。はいはい。この2人の切迫のライバル意識ってもよかったんちゃうの？あの、みんな結構そこ続きますけど。そうでもないんや。あの、切磋琢磨は必ずあったんですね。でも僕そばで見てて、うん、はい。あの、まあ言ったら硬派の小笠原がいて、うん、そしてちょっと柔軟性を持っている新庄剛志がいて、はい、でお互いがこういいバランスでチーム内構成できてましたんで、うん、あそれもすごい強みだったと思いますね。そうやんな、やっぱり、はい、あのどっちか偏らずに、あの体力みたいなのがなんかすごくバランスが良かったやろな。はい。だから片岡さんはまだ記憶にあると思うんですけど、うん、日本ハムって選手同士の選手間の派閥ないじゃないですか。ないな。今も多分ないと思うんですよ、うん、でも伝統あるチームって各チームいろいろ話聞くと、やっぱ何々選手派とか、あ、何々選手派って派閥があるっていうことよく聞くじゃないですか、うん、ファイターズはそれもなかったので、うん、新庄剛志も小笠原も一緒にこう一つの輪にすぐ慣れたっていうのは僕見てて感じた。俺ね、オールスターで一回の1対0であのパ・リーグ勝った時にね、新庄ホームスチールしたやんか。はいはい。あの時バッター小笠原ちゃうの？そうです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 。その時さ、なんか俺はやっぱりなんかこうバッターボスになってたらっていうことを考えるやんか。俺なんかそのテレビ画面上にね、うちの小笠原の2番が寂しそうに見えてしゃあなかったのよ。あそこだけは僕思いました。あそこだけは。だってガッツがヒット打ったら MVP 間違いないですよね。間違いないよ。はい。本人はこんな顔して、ああ、もうこんなやってこんなやってほげー言うてる時に、あれガッツ見えてるんですよね、サードランナー見えてこうやってる時に、おい通夜走ってきたぞーみたいな。これ通算打ったのかいと思った時に、ふわースライディングして、でまたパフォーマンスもこバンバンバンってやって、確かにあの時の映像を見たらガッツは複雑な顔してましたね。いや俺あの時はねすごいそれ思ったんやけど、ただまああえてね2006年にまあ優勝、あの引退したんや、新庄はね初優勝ハムがして、まあ新庄も引退してしまうけど、なんかまだできたんちゃうなって俺は思うねんけどね。思いましたね。あの、まあ、いろいろ憶測ありますけど、うん、一番は共に歩んできた彼のグローブ、うん、もう阪神タイガースのマークと63番って書いてるグローブを、はいはい、彼生涯グローブ1個で試合出てるんですよね。すごいよね。はい。でそれで、ね、僕最後解説見てて、うん、宇宙間かなんか走っていて飛び込んだ時に、うん、グラブが打球に負けたことがあったんですよ、一回。はい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 。あれ、うん、ずっと同じグローブ使ってたの知ってるけど、うん、もう17年で限界なのかなって個人的に思ってて口に出さなかったんですよ、うん、そしたら引退宣言して最後、この相棒ももう疲れてるっていうようなこと言ったんですよ。はあ、かっこいいね。彼独特のこだわりですよね。まあ、ガンちゃん今でも交流あるの？あります、はい。今
インドネシアのバリ島にいて、はい、やっぱりあのプロ野球選手にもう一回なるんだって彼手挙げましたよね、うん、あれ本気ですか？本気でした、はい。でも彼らしくて、あー新庄君今どこですかって言ったら、あーガンちゃん今ジャングルってどっから電話出てんねんいやジャングルで俺からしたらね、まあ新庄は新庄なりのああいったいろんなこう見せ方をしてて、まあガンちゃんもガンちゃんながのねこう表現の仕方パフォーマンスの仕方をねできるんでね羨ましいですよ。いやいや片岡さんも、まあ僕もう今やから言っていいですか？はい。片岡さんも硬派なプレイヤーの一人だったんですよね。はい。で前回の片岡さんのチャンネルで実はもうお茶目なところもある、はい、もうワイン回しすぎて事件まで起こすみたいな、はい、言いましたけど、本当はそんな表現したかったのかなと僕思ってたんですよ。冗談もそれがやっぱできなかったよね。やっぱりそこはね京都人やから。あ、出た出た出ました。おーいおーい、京都の人はいつも関西人から一線引くぞ。おーいおーい、片岡さんはですね京都京都言ってますけどね、根はもう3枚目なんですよ。